8月4日、日本ハムファイターズがソフトバンク相手に延長11回、劇的なサヨナラ勝ちを飾った。大型連敗の影響で借金は15もあるが、新庄剛志監督は、選手たちの喜びを見て、さらにいいチームだなと思いました。と、満足げにうなずいた。思えば、日本ハムのチームの核であった大谷翔平がエンゼルスに移籍して以降、2018年こそは3位と A クラスであったが、その後は5位、6位とパ・リーグの下位を低迷し続けた。どん底のチーム状態だった栗山監督の後を引き継いだ新庄監督は、言葉通り日本ハムを若手中心のチームワークのいいチームに変えつつある。大谷らの活躍で2016年、日本ハムは日本一になったが、この時からチームは大きな問題を抱えていた。本来なら選手として円熟期に差し掛かり、チームの見本になるべき中田翔、西川遥輝などの素行が極めて悪い。厄介な中心選手たちの存在だ。翌年、メジャー移籍の決意を固めていた大谷は、チーム全員がいる前で中田翔に宛てたある言葉を発していた。そこで今回は、日本ハム時代の大谷翔平の中田への真摯な言葉について探っていきます。二刀流をするためには。2013年7月22日のオールスター第3戦の試合後、ルーキーの大谷は日本ハムの先輩中田翔の誘いで、当時阪神の藤浪晋太郎ら他球団選手を交えて会食した。翌日が移動休養日だったため実現したが、事前連絡を怠ったとして栗山から大谷は厳重注意、大目玉を食らった。投手と野手の2つをやるなら我慢しなさいと忠告を受けたのだ。その時から投手打者の両方で一流になれる逸材と栗山は見込んでいた。だからこそまだ公私にわたって管理が必要、全ては愛情の裏返しであった。翌年、あいつがやろうとしていることを考えたら、我慢しなくてはいけないことがいっぱいある。今年はさらに厳しくいくよ、文句があるなら結果を残してから言えって、と栗山はまだ19歳の大谷に厳しい言葉を発した。大谷の外出についても、キャンプからシーズンを通じて1年目同様に制限を設ける方針を明かした。大谷により野球に打ち込む環境を作ることが狙いだ。その年20歳になる大谷だが、日本球界を代表する選手になるために大人になっても禁欲生活は続いた。そして栗山のこの教えはメジャー随一のスーパースターになった今日も続いている。この時から二人がやろうとしていることは、誰も成し得たことがないプロでの二刀流。部下は上司を選べないというが、大谷翔平はこの時栗山英樹という最高の上司と巡り会えた。栗山監督の大谷育成計画にブレはない。プロ野球で二刀流を極めるために不必要なものは徹底的に排除する。それは成人になったとしても変わりはなかった。翔平はきっと俺のこと大嫌いなんだろうな、と栗山監督はそう苦笑いしたが、先乗りで合同自主トレを行う沖縄名護でこのことを伝え聞いた大谷も、制限されてもされなくても変わらないと思う、何をしたいとか特にないですし、いいのかなと思います、と、この頃から大谷にも動揺はなかった。大谷は自身の置かれた立場、栗山の意図を十分に理解している。メジャーでもそうだが、我慢の先にあるのはまだ見ぬ頂点だった。その頃から大谷は中田翔ら先輩たちに臆することなく、飲んでて何が楽しいんですか、それなら練習して野球上手くなった方がかっこいいじゃないですか、と真顔で言うほどであった。大谷は毎朝10時にトレーニングをするのが日課で、そこから逆算して部屋に戻っていた。必死で 2,3 時間トレーニングしたのが、その1杯2杯で変わってしまうと思うと飲みに行けない、とインタビューで答えたこともあった。
プロ野球は飛び抜けた才能を持つ投手や打者がいれば、チームは勝利に近づけるため監督も重用するし、チームメイトも一目置く。栗山にとって従順で志の高い大谷は指導しやすい選手だった。そしてチームで大谷の真逆に位置するのが中田翔だった。栗山は2012年の日本ハム監督就任時、監督になる時に4番とエースは出会いと思っていたという。この年チームのエースであるダルビッシュ有はメジャーに移籍した。しかし栗山は中田翔と翌年に大谷翔平という日本を代表とする逸材に出会った。特に栗山は中田を不動の4番に据え、2021年途中の巨人移籍まで直接指導する。球界を代表する強打者にまで育て上げたのだ。中田翔の三大事件。ダルビッシュ、大谷がメジャーに移籍し、後に侍ジャパンの監督を務めた稲葉篤紀が引退した後は、名将栗山英樹をもってしても抑えが効かなくなり、繰り返し事件を起こす中田の素行にはほとほと手を焼いた。そして2021年、日本ハムに激震が走る。中田翔はチームメイトへの暴行事件を起こしたのだ。栗山はもはやこのチームにはいられないと無期限謹慎中の中田を巨人軍へ無償トレードをした。そもそも広島県出身の中田翔がなぜ大阪の大阪桐蔭高校に行ったかというと、中学生まで地元チームに所属していたが、当時から様々な悪評がついて回る選手だった。野球の才能はピカイチでチームに欲しいのは山々だが、とても手に負えないと広島県内の各有力校、甲子園の常連校が中田育成を諦めたといういわくつきの人材であった。しかし野球に関しては純粋という本質はプロに入っても変わっていない。もちろん多くの野球ファンが2021年のチームメイトへの暴行を起こした事件が今更というように、中田には過去にも様々な問題行動があった。その中でも代表的な事件を3つ。まずはバット叩き割り事件。チームメイト暴力事件の直近で問題視されたのは2021年シーズン開幕直後のソフトバンク戦での中田の行動である。打席で空振り三振に倒れた中田はベンチに戻るとバットを叩きつけて破壊する。これには多くのファンから道具は大切にすべき、子供たちの見本になってと辛辣な声が上がった。しかもバットを破壊した直後にベンチ裏で転倒し右目を負傷するというおまけ付き。事態を重く見た栗山監督はその後すぐに中田に懲罰交代を言い渡した。次にインスタ不適切画像投稿事件。2018年のシーズンオフ、アメリカアリゾナ州でのキャンプに備え現地で合同自主トレーニング中だった中田はオフショットとしてスーパーマーケットでの買い物風景をインスタに投稿する。それはあろうことかスーパーのショッピングカートに中田が乗って、それを若手選手が押しているという衝撃の画像であった。もちろんショッピングカートは大人が乗れるような設計はされていなく、いくらオフショットとはいえ、全ての野球選手の規範となるべきプロ野球選手。しかも、日本を代表する一流選手がするべき行動ではない。3つ目は、中田の暴行が常習化していると言われた、ベンチ内での選手殴打事件。当時現役だった杉谷拳士選手に中田がベンチに座ったまま殴打し、たまらず杉谷選手が尻餅をついた。その様子が動画で全国に拡散された。明らかに中田が暴力を振るっていることは間違いない。そしてこれだけはっきりとした証拠映像が残っているにもかかわらず、当時はあまり問題にならなかった。チームの4番だったら何をやっても許されるのか。首脳陣、球団関係者の姿勢に疑問が残った。2021年の暴力事件に対して今更何を言っているのかという声が上がるのも当然と言える。大谷がメジャーに移籍して以降、栗山監督は選手に対して極めて甘かったし、
この手の粗暴な選手には温厚でスマートさが売りの栗山監督はめっぽう弱かった。今はコンプライアンスが厳しい令和の時代、中田自身が変わらなくてはならないのは当然だった。それでも栗山監督は翔は日本ハムの4番といってどんなことがあっても信頼し使い切った。翔が打てなくて負けるならそれはもう自分の責任だとずっと言ってきた。言葉は交わさなくとも中田は栗山の思いを分かってくれているとずっと信じていた。そしてそもそも日本ハムは選手の育成に定評があった。中田と同じ高校時代からやんちゃで知られるダルビッシュ有を見事に人格者として成長させていた。しかし中田に限ってはそれは通用しなかった。年を重ねるごとに素行は悪化しているようにも見られた。大谷翔平の選別の言葉。2016年大谷はパリーグ MVP を獲得し、日本ハムを10年ぶり3度目の日本一に導いた。中田をもってしても大谷をすごいっすよ、化け物ですよ本当にと断言する。投げてる方があれだけ注目されているじゃないですか。打つ方だけでも超一流の選手だと思うんですよ。それをシーズン中いっぺんにやっちゃうから。と、さすがの中田も絶賛した。あるテレビ番組では、僕も人間ですから、最後の方は本当に嫌いやったですね。と本音を漏らした。そして、最後の方はいじめようかと思いました。とぶっちゃけていた。毎年シーズン開幕前に栗山監督は主力選手の一人を指名して、今年はこうやって戦おうと他の選手たちに向けて話してもらうことを恒例としていた。日本ハムの日本一の翌年、大谷のエンゼルス移籍の1年前、日本プロ野球でやり尽くした感のある23歳の大谷を栗山は迷わず指名した。そこで大谷はなんと中田翔ら先輩たちのいる前で力強くこちらもぶっちゃけた。遊びたい、飲みたい、いろいろやりたい、そんなんで優勝できるわけないですからね。勝ちたいんだったら野球やるしかないんです。周囲に臆せず野球に対してストイックに取り組むことを求めた大谷に皆は驚愕した。心優しく叱るのが苦手な栗山はこの様子をテレビ番組で勝ちたかったと思うんですよね。だからそのためにみんなで頑張りましょう、僕もやりますからっていう宣言だったと思うと言葉を選んだ。今から思うと大谷はオブラートに包んでいるが、その時の日本ハムの最大の弱点を的確についていた。中田翔の現在地。栗山監督と大谷翔平は今年3月、前回大会で中田翔が成し得なかった WBC で優勝し世界一になった。シーズン前、巨人の中田は今回の WBC で何を思ったのか聞いてみると、やっぱり円陣の時の翔平の声かけ、憧れはなしにしようというね、あれはすごくかっこよかった、そういうことをみんなの前で言うようになったんだなと、かっこよかったですね。ああいう大舞台を経験しているからみんなの前でああいう発言ができると思う。翔平の人の良さもある、すごくあのセリフは痺れましたと、大谷がアメリカとの決勝戦前の円陣での声出しに触れ嬉しそうに語った。今回の WBC よりずっと以前、日本ハム時代から大谷は先輩中田翔に大きなヒントとなる言葉を多く言っているのはファンにとっては有名だった。にもかかわらず、それらの言葉はあまり本人には響いてなかったようである。もっとも響いていたらこのような事件の数々を起こしていない。それが中田翔である。そんな鈍感な中田も巨人に移籍して自分を取り巻く環境の変化を感じた。調子が悪くても試合に出続ける辛さがあったという日本ハムの不動の4番としての立場から、巨人では状態が悪いと2軍に落とされるというこれまでとは異なる厳しさを体験した。8月6日、巨人の中田翔は地元広島で平成生まれの野球選手としては初の通算300本塁打の大台到達を決めた。
この時大谷は日米通算でもまだ215本だ。先輩の面目躍如といったところだろうか。敵地ながら両チームのファンから大きな拍手が湧いた。中田翔自身も照れ笑いを浮かべながらスタンドからの歓声に応えていた。また今年6月にはプロ16年目34歳での1500安打という数字を聞き、栗山は一緒に戦った日々を振り返りながら嬉しそうに、おめでとう、翔の才能から考えたらもっと早くクリアしてもよかったと思う、という言葉を送った。栗山の監督就任の2012年は中田翔のプロ5年目だった。そこからの10年間に思い出は尽きない。これからも栗山英樹と大谷翔平の思いにどう応えていくか。多くの野球ファンは今なお中田の活躍に期待している。